ストラ明日にかける橋でした、今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。11時台と0時台はミッドナイトトーク新発見、というテーマで中道育代さんのお話前半と後半です。1時台は深夜便アーカイブス時代を作った声アンコール声優日高のり子さんのお話。2時台のロマンチックコンサートはクラシックへのいざないスコット・ジョプリンの調べです。そして3時台の日本の歌心の歌は昭和歌年間昭和48年の、歌謡曲ということでどんな曲はかかるんでしょうか、そして4時台は明日への言葉です。香りをめぐるファンタジーを描いてと題して作家で文化人類学者の上橋直子さんの話を予定しております。寒い寒いと言っておりますがどうも西日本北日本は平年並みか今日は高いところが多いですね。多いようです気温が。ただ、関東甲信特に、平年よりも5度以上低いところがほとんどで東京は2月下旬並みということです。まだまだ気をつけなければいけませんですね、なんか冬物を出したり入れたりという毎日でしょうか。それではあと1分ほどで5時になります。この辺で失礼します。徳田でした。ごめんください。声でのスタートです。今年度もどうぞお付き合いください。で、5時台にお伝えする主な内容です。この後すぐニュースと気象情報です。で、16分頃からは毎朝だより、北海道函館市から立町岬と石川啄木についてです。38分頃からの健康ライフ、今週はテレワーク時代のストレッチをテーマに新しいシリーズをお送りします。今朝はパソコン作業が増えた人へのストレッチについてです。45分頃からは毎朝だよりの後半です。福岡県八女市から八女の新たな特産品クラフトビールの話題です。東京都にお住まいの東京の桜さんから新生活を始める皆さんへというタイトルでお便り頂戴しました。ようこそ東京へ。私も地方出身です。緊張ワクワク分かります。その中で皆さんの好きや癒しを見つけて東京ライフを過ごしてください。